バスターミナル外観発着場待合室、トイレ市原鶴舞バスターミナルは、千葉県市原市田尾にある、バスターミナルである。首都圏中央連絡自動車道、市原鶴舞インターチェンジ近くの国道297号沿いに、高速バスのパークライドを目的に設置された。市原鶴舞インターチェンジ周辺まちづくり協議会が、指定管理者として運営している。 駐車場やバス乗降場のほか、待合所、トイレ、多目的スペースを要する。当ターミナルを介して、一般路線バスと東京、横浜など、各方面に乗り継ぎができる。2001年、県央道の IC 整備効果による地域活性化につなげるために、地元山頂会が主体となる、市原南 IC 周辺地区まちづくり協議会、協議会より、 パークバスライド、市民農園、緑の広場といった3本の柱を中心とした街づくり構想が同市に提出され、その一つであるパークバスライドの実現策として同バスターミナル整備の検討が開始された。地権者との幾重もの交渉と地元説明会を経て2010年に着工し約2億円をかけて整備2013年4月1日より共用が 開始され、同年4月8日に、路線バスの乗り入れが開始された。そして、同年4月28日に高速バス乗り入れが開始され、沿線自治体のマスコットキャラクター同席のもと、オープニングイベントが催された。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。